変な目で見ないでくれよ。声が聞こえるんだ、ラピノ。え？はい。だから変な目で見んなって言っただろ。見ていませんが。顔に書いてあるぞ。なんと、それは失礼。いや、それが本当だとして、ラピの声だってどうしてわかるの？ラピとは知り合いなんだ。私が死ぬ直前まで一緒にいたから。今なんと？だから一緒にいたんだよ。あん時はもう侵食末期中の末期だったから、ろくに覚えてないけどな。じゃあ何？ラピはあなたの中に閉じ込められてるってこと？さあね。むしろこっちが聞きたいぜ。そいつは変身できるのだ。私たちが証言するのだ。そういえば、あんたたち誰？なんたる無礼。我々はバイゾリッタ、高貴なる白騎士なのだ。もう新キャラが多すぎるわよ。おお、覚えているのだ。少し会っただけなのに覚えているとは、なかなかやるのだ。ん？それで高貴なる白騎士様、証明できるとはどういうことですか？お、なかなか礼儀正しいやつなのだ。いいから答えてくれる？実際に見たのだ。私たちが宝探しをしているとき、大きな音が聞こえたから様子を見に行ったら、そいつが一対三で戦っていたのだ。一人で三人を圧倒しながらバンバン飛び回って、三人が逃げ出した後、一人で残されてしばらく棒立ちになっていたのだ。それからバタッと倒れて、今のあいつに変わったのだ。変わるとはどのように？説明は難しいのだ。ボキボキバキバキってしながら。全く説明になってませんよ。チャイムの言った通りですわ。私も保証いたしましたよ。初めて会った怪しいニケの保証なんて信じられないんだけど。お嬢様に向かって怪しいとは無礼なのだ。私たちこそ初めて会った貴様らに親切に説明してやっているのだ。さっきからのだのだうるさいのよ。私を使う？そりゃまたどういう意味だ？私たちにもわかんないわよ。ところで、そもそもそんなことができるんですか？ありえませんね。人格が変わるケースは稀に見ますが、体と人格が丸ごと入れ替わるなどという話は、まして服装と武装までありえないことです。でも私はここにいるぞ。もう一回真面目に答えて、ラピはどこ？ここにいるって言ったろ。だからそれをどうやって信じろって言うのよ。証明のしようがないんだよ。そもそもあなたが本当にレッドフードかどうかというところから怪しいですね。無論私は偽物だろうと思っていますが、何を企んでいるのです？レッドフードの姿で何をするつもりですか？たく、日傘のお嬢様は相変わらずだな。その服も変わってないよな。おちびちゃんに改良してもらってそのまんまか？どうしてそれを？そりゃあ私は私だから。古いものほどいいもんなんだ。そんなはずは。あれ、お二人はお知り合いだったんですか？ああ、よーく知ってる。
ひとまず理解はしました。あなたがレッドフード本人だと。しかしラピがあなたとボディを共有しているという話は。とりあえずちょっと場所を変えないか。ラピがうるさくてたまんねえんだ。歩けば少しマシになるからさ。同じことばっかり繰り返してるよ。故郷へな。さ、とりあえず歩こうぜ。歩きながら話すからさ。うるさくてたまんねえ。私だ。進捗はあったか？なんだ？
ラピは本当に私の友達に似ていますね。雰囲気や性格は違うのに、戦い方は瓜二つです。その人ってレッドフードですか？あら、どうしてわかったんですか？レッドフードを知っているんですか？やっぱり聞き間違いじゃなかったのね。レッドフード、一時進行の二件、そして伝説の指揮官。あなたたちの分隊名は最初からパイオニアだったのかしら？いいえ、これは地上で二人に再会した時にもらった名前です。元の名前はゴッデス。そんな話を信じろというのですか？空想科学を信じ込むような方とは知りませんでした。私とラピが同じボディを共有してる。何を真剣に考えているのです？ヨタ話に決まっているでしょ。でも今分かってることはそれだけだろう。ラピを作った人の言葉なら信じないと。それならなんつうかさ、実際そんな感じがするし。チャイム？あ、お嬢様。この方がおっしゃった内容を要約してもらえますこと？お嬢様はそのようなこと考えずともよろしいのです。私に全てお任せくださいませ。そうですわよね。私はただ決定さえ下せばよいのですから。もちろんでございます。お嬢様ほどの高貴なお方がさまつなことを知る必要はございません。あなたたち理解できなかったんでしょう。何をおっしゃいますの？理解する必要がないというだけのことです。その通りでございます。お嬢様は私だけを信じてくださればよいのです。そういうことなら、今お前が持ってるその注射、それを私に打てばラピに戻るんだろ？私は死ぬんだよな。じゃあ早くやろうぜ。はい。驚きましたね。怖くはないんですか？ほら、撃ってくれよ。レッドフード、待ってください。なんでだよ、とっとと済ませないと。私は死んだんだ、それは確かに覚えてる。もちろん単に蘇ったぜみたいな話だったら素直に喜んだけどさ、ラピの体を借りてるんだろ。なら私がこうしてる間にもラピがどうにかなっちまうかもしれないし。ほらな、そうだろ。言いたいことはわかりますが、ことを急がないでください。この話が事実か確認してからでも決して遅くは。私は今ここにいちゃいけねえ。それはダメなんだ。私はもう死んでるんだから。過去の存在ってこった。今を生きてる奴のものを奪うわけにはいかねえって。ほら、早く。待ってください。あれ、え、あれ、
どうなってんだこれ。待ってくれ、すぐ話すから。痛いよな、悪い、すぐに。あれれれ、どうしたんだ、言うこと聞かないぞ。レッドフード、これ私じゃねえ、ラピが掴んでるんだ、いや本当だって。ほら見てくれよ、おいラピ、何してんだよ。ラピのやつ、注射が大嫌いみたいだな。あなたどういうつもり。ラピを返して、早く返しなさいよ。ラピが嫌がっているという話でしょ。さっきまで信じてなかったくせに急に信じることにしたわけ。レッドフードの言葉を信じているだけです。じゃあ何よ、ラピが死にたがってるって言いたいの。ふざけないで。ん？ああそうだ、知らないわ。私も聞いたことないですね。うわあ、うえうえ、じゃあこのままの状態でレッドフードの故郷に行くのがラピの望みってこと？正直に言うと、こんな SF とインチキ宗教が混ざったみたいな話を聞いてるより、あいつを取り押さえて無理やりにでも注射するべきだと思うんだけど、ラピがどんどん消えちゃうんでしょ。指揮官様？信じてるのね、あいつの中にラピがいるって。レッドフードが死にたくないからデタラメ言ってるのかもよ。師匠、嘘じゃないって。レッドフードをラピに戻す方法はその注射以外にないのですか？そうですか、では行きましょう。それでレッドフードの故郷はどこなんですか？さあな、ここだって初めて見る場所だし。あなたね。いやだからさ、私はめちゃくちゃ昔の人間なんだぞ。死んでる間に相当いろいろあっただろう。知らなくて当然だって。指揮官様どうする？とにかくど田舎だったからな、そんな立派なもんはなかったな。トウモロコシ畑がずっと続いてたぞ。家畜を飼ってるとことかも結構あったな。あ、町を挟んで流れてる川がちょっと変わってたな。銃の扱いは散々怒られたでしょ。平気だって、汚れは落とせばいいだろう。とにかくこんな感じの川だったんだ。全然わかんないわよ。
よ。ただのくねくねした線じゃない。私はミミズを描いてるのかと思いました。わかんないか。全然これっぽっちも。そもそも私たちって地図が読めませんし。あ、失礼。くねくね川3号なのだ。細かい部分は少し違うが、多分間違いないのだ。そこなら私たちが知っているのだ。これでわかったの？まっすぐ伸びたトウモロコシ畑があって、木造ベースの家がだいたい20軒。なぜかわからないが、ガソリンスタンドもあったのだ。あとはパブらしき建物が1軒合ってるのだ。もしかしてパブの名前って。塗装が剥がれててよくわからなかったが、エンジェルスなんとかだったのだ。エンジェルスヒップ、それだ。ひどい名前ね。案内してくれないか。お嬢様、いかがなさいますか。同行しましょう。困っている民を放っておくことなどできませんわ。はあ、ではすぐに出発いたしましょう。どの程度かかりますか。人間がいるとなるとだいたい1週間はかかるのだ。遠いのね。貴様が死ぬ気で食らいつく覚悟があるなら不可能ではないのだ。よし、では早く動くのだ。こちらの方角ですね。私とレッドフードは先に行きます。積もる話がありますので。そうだな。さあ、私たちも話されすぎないようにするのだ。あの、ところでバタバタしていて今まで聞けなかったのですが、お二人は誰ですか？私たちはバイスリッター、高貴なる白騎士とお呼びくださいませ。この地上に王国を打ち立てるため財宝と民を集めているのだ。所属はどこ？所属などございません。私たちが王国であり、それがすなわち私たちの帰属する場所です。ピルグリムね。世間様ではそう呼ばれているようですがね。王国ってどこにあるんですか？ここから遠いところですわね。国民はどれくらいいるんですか？私を含めて3人ですわ。王国なんでしょう？王さえいれば王国ですわ。王様は誰なのよ？私、クラウンですわ。じゃあ王妃様は？王妃？ああ、王の秘書のことですね。それなら隣にいるチャイムですわ。光栄でございます、お嬢様。宝を探していたらあいつを見つけたのだ。王国のためになりたいと言われたので民の頼みを聞いていたところだったのだ。王たる者、民の願いは聞くべきですから。どうかしら。知らない場所で目が覚めて何もわからないって時に、誰かが来て民になったら助けてあげるって言われたら、指揮官様ならどうする？でしょ。とにかくこうなった以上、お前たちも民として受け入れてやるのだ。光栄に思うのだ。え、私たちも？ええ、ありがたいお言葉だけどやめとくわ。拒否権はないのだ。我々の恩恵を受けた者は皆民となるのだ。わあ、じゃあ私は三重スパイになるんですか？何、貴様スパイだったのだ。
しまいましたか。お嬢様、おやつスパイだそうです。ああ、ええ、はい、私もパイはよくいただきますわね。聞いたか、今すぐパイを用意するのだ。やってらんないわ。そういえば地理に詳しいようですが、地図の読み方のコツとか教えていただけませんか。勉強したいんです。地図、そのものは見ないのだ。すべて覚えているのだ。地図丸ごと。正しくは地形と建物を覚えているのだ。そうすれば宝探しがスムーズになるのだ。すごいですね。はぁはぁはぁ、わからないことがあればいくらでも聞くのだ。王国ってどこにあるんですか。信頼できるところに預けてきた。心配するな。ちょっとがめつい上に自分の民になれとうるさいが、白騎士の名にふさわしく信頼を裏切る奴らではない。おお、誰に預けたかと思えばやはり騎士のお嬢ちゃんたちだったのかい。その方もピルグリムなんですか。はい、クラウンとチャイムといって王国の主になろうとする可愛い姉妹たちがいます。あなたたちが言うなら、まあ信頼できる人たちなんでしょうね。貴様がなぜその名を。あ、思い出した、あなたたちが。そうでしたか、あなたたちが。カウンターズ。ええ、元気に過ごしておりますわ。もう夜通し泣き続けることもなく、一人でお留守番を任せられるほどに。毎日飲酒と卑猥な話と拾い食いをすることは問題ですが、その他は平和に過ごしておりますわ。悪いとこばっかり学習してるじゃない。別の意味で完全体になりましたね。ですが健やかに過ごしておりますわ。そこはご安心くださいませ。ご心配なく、私は決して民を見捨てませんわ。何があっても。もちろんでございます。でもスノーホワイトたちは何をしてるのよ。マリアを他人に預けるなんて。自分たちが責任を取るって言ってたのに。お嬢様、よろしいですか。ええ、この方たちは知るべきでしょう。ずっと探し求めていた反撃の糸口を見つけた。だから少しの間頼んだ。今話せるのはここまでなのだ。その通りなのだ。だからこれ以上は聞かないでほしいのだ。マリアの話もなのだ。これ以上話すと合わせてやりたくなってしまうのだ。何よ、見かけによらず。いいやつだったのね。見かけによらずとは失礼なのだ。変わっていませんね。だろう、私もちょっと驚いたよ。あれからどうなったのですか。話してもきっと信じられないぞ。そうですか。そういうお前はよくまだ生きてたな。すごいぞ。100年は経ってるだろう。するべきことがあるので生きています。正しくは死ねの意味に近いですが。するべきこと、なんだよ。秘密です。なんだよ、何があったんだ。多くのことがありました。話してもきっと信じられないでしょうね。
侵食は治ったようですね。これは私の体じゃないから。治ったってより、そもそもかかってないんだろ。なるほど。なんと言えばいいでしょう。話したいことがたくさんあるかと思ったのですが、思ったよりありませんね。すごーく久しぶりのやつに会うってのはそういうもんだって。生きてきた方向が違うから。そうですか。それに私とあんまり話さない方がいいんじゃないか。なぜですか。そりゃあ、まあ、あなたは本当に変わりませんね。どうしてそれほどまでに人生に未練がないのでしょう。私は未練にとらわれて生きているのに。ドロシー、お前は随分変わったな。私がですか。雰囲気っていうか、目つきっていうか、なんか全然違うぞ。教えてくれよ、何があったのか。私は やめておきましょう。楽しくお話しできることでもありませんし。おい、愚痴として消化できるほど軽い話ではないのです。まあ、あなたがこのまま生きると決めたなら愚痴ではなくなるかもしれません。そうなれば話せるようになりますね。わかってるだろ、この体は私のもんじゃないって。そうですね。お、どうした男前。私にこっそり伝えたい話でもあんのか。それともこっそりなんかしたいってか。そりゃ残念。じゃあわざわざ先を歩いてる私のとこまで来た理由は。ラピを早く返せとか。気持ちはわかるけど、そうしたくてもできないんだよな。スリーサイズでも知りたいのか。それなら先にお前のサイズは。言っただろ、友達、師匠、仲間、その辺のどれかだろ。それか全部だな。ま、そういうこった。何も持ってなかったやつと、いっぱい持ってたけど全部なくしちまったやつだったから。聞いただけだと相性悪そうだろ。それが案外良かったんだ。あの時はもう侵食の末期だったから、まともに思い出せないけどさ。短い間だったけど、かなり良かった覚えがあるんだ。詳しくは教えてやらないぞ、こっぱずかしいし。私だけの思い出にしておきたいからな。それはあいつも同じはずだ。さっぱりしてんね。オークを破壊しろって言ったって。私が、うん、オークまだ無事なのか。へえ、すげえな、やったのかあいつら。マジですげえや、うん、でもなんで私がアークを破壊しろなんて言ったんだ。なんかすっげえ大事なことを忘れてるような。大丈夫、急に頭がちょっと痛くなっただけさ。いや、一方的に質問攻めされたんだから、今度は私が聞く番だ。お前はラピとどういう関係だ。後ろのうるさいやつとメガネは。
あの二人はラピの仲間でいいんだろうけど、お前はちょっと違う気がするんだよな。私、今ラピの体を借りてるだろ。お前が隣に来るたびに、なんつうか、妙に落ち着くような、でも、そわそわするっていうか、なんかそういう感じがするんだよ。それだけか。ほら、男と女のとかさ、そういうのはなかったのかよ。黙ってるってことはなんかあるな。おお。何言ってんだよ。愛だよ、愛。かけてみるか。夜中にこっそりラピのところに行ってみろよ。そうすりゃすぐに、うん、いや、気にしないでくれ。とにかく約束するよ。ラピの願い通り故郷にたどり着けたら、その後に必ず返すから、お前の大切なラピオ。はいはい、よーくわかりました。早く行こうぜ、故郷に。いや、これは私じゃない。久しぶりにいい男の手でも握って歩きたくてさ。いいだろう。よし、いいね、いいね。はあ、退屈だわ。この上なく平和ね。お散歩してるみたい。何か食べます？いや、別にお腹は減ってないのよ。その、なんていうか、こんなに緊張感ゼロで地上を歩き回っててもいいのかなって。そうですね。私たちが何かしようとしても、あの方たちが全部片付けちゃいますから。数日前から一発も撃ってません。これではきっと火力の神に呪われてしまいます。ドロシーは元から化け物みたいだったからいいとして、レッドフードもとんでもないわね。はい、とても過激な戦い方ですが強いです。ラピと動きがすごく似てるわ。ですよね。私もそう思いました。正直ちょっとバカにしてたクラウンとチャイムもよく戦ってるし。そうですね。地上で長く過ごしている以上、自然とそうなるのでしょう。私たちここまで来る必要あったかしら。あんまり役に立ってないわよね。いいえ、食料担当であれなんであれ役には立ってますよ。雑用係ってことね。はあ、腹が立ちますね。腹が立つわ。私戻ったら特訓します。社長に会いに行っていいパーツと銃ももらってきます。ロストテクノロジー的なものでガチガチに固めて最強になってみせますよ。私もマスタング社長のところに行くわ。子供みたいにわがまま言わなきゃ。大丈夫です、自分たちで解決します。そうしないと意味がありませんから。指揮官様はこれからもっと大事なことをやるんでしょ。そうしたらもっと綺麗で強い子たちが指揮官様の隣にずらっと並ぶはずよ。そんなの黙って見てらんないわ。
そうですよ。早くラピを探して帰りましょう。決心が鈍る前に動かないと。はい。そこのお二人。え？私たちですか？はい。こちらに来ていただけますか？何？どうしたの？丘の向こうに何があるのか肉眼で確認してきてください。下の方で敵が待機していたら困りますので。敵が待機していたらどうなるんですか？丘から顔を出した瞬間攻撃されるでしょうね。やはり結構です。私が行きます。ネオ、行きましょう。はい。指揮官様はここにいて、危ないからすぐ戻ってくるね。見てなさいよ。罠罠。レッドフード。ん？今さら聞くのもちょっとあれだけど、あなた怖くないの？何が？ああ、死ぬこと？怖いよ、もちろん。でも私は今生きてるわけじゃない。ラピの体をちょっと借りて、そのなんつうの、憑依してるってやつだ。きちんと元の持ち主に返さないとな。ありがとう。疑って悪かったわね。気にすんなって。どうした？さっきから黙ってっけど。レッドフード、昔できなかったことに対して未練は残っていませんか？そりゃあるけど。過去とは違う選択ができるならどうしますか？他の選択をするだろうな。レッドフード、今この時代で生きていきたいと思いませんか？はあ？ん？ラピに体を返さずレッドフードとして生き続けるつもりはないかと聞いたのです。ちょっと、いきなり何を言い出すのよ。効率の話です。レッドフードは強いですし、戦闘経験も豊富にあります。率直に言ってラピよりも数倍は上でしょう。ボディのスペックからして圧倒的です。それから武装も、スノー、いえ最高の名将が作ったものです。ラプチャーたちから地上を取り戻したいならラピよりレッドフードを残した方が役に立つでしょう。本気で言ってるの？もちろんです。私は簡単な話をしています。二つのうち一つを選ばなければならない。それならより良い方を選ぶ。それが全てにおいて基本中の基本ではありませんか？レッドフード、あなたは選べるのです。今その体はあなたのものなのですから、この時代に残ってください。そして私と一緒に行きましょう。あなたという人は。行けば何をしてくれるってんだ？あなたが一番輝いていた頃に戻してあげます。一番輝いていた頃？ええ、あの頃に。生きてるのか、あいつらも。そうです。おちびちゃんも。ええ、性格は随分変わってしまいましたが。みんな何してんだ？クイーンを倒すため地上をさまよい続けています。あれからずっと？そりゃすげえな。お前もあいつらも。連絡はつくのか？いいえ、私とは考えが合わなくなったので今は会っていません。ですがあなたがいるなら、昔と変わらない、あなたがいてくれるならみんな昔に戻ることができます。一番輝いていたあの頃に、栄光に満ちていたあの頃に。戻ってどうするんだ？それは
戻ってから考えても遅くありません。したいことがあるならすればいいのです。私もあの頃に戻れるなら、戻ることができるのなら、全てを忘れてもう一度始められます。ですから私と一緒に。おいドロシー、事情はよくわかんねえけどさ、私を利用してまたあいつらとつながりたいってんならやめときな。私は過去の存在なんだ。今に居候してるだけだ。それはあなたが決めることです。過去に残るか、今を生きていくか。じゃあ私の選択は過去に残ることだ。そう簡単に決めないでください。お前マジで随分変わったな。私が知ってるドロシーは、人をバカにするところはあったけど、踏みにじったり利用したりは絶対しなかった。とっつきにくいけど見上げたお嬢様だったよ。でも今のお前はどういうことだ。ふざけてんのか。恥ずかしい真似はすんなよ。お前が、私たちがどういう名前を背負ってんのか忘れんな。いえ、失礼しました。懐かしい顔を見て少し取り乱してしまいました。そうですね、戻ることはできません。過去は過去ですから。あなたもあの頃も。あと少し進めばお前の故郷に着くのだ。気をつけていくのだ。ん？一緒に来ねえの？私たちの役割はここまでなのだ。それともまだ何か助けが必要なのだ？いや、そうじゃないけど。うむ、では私たちは行くのだ。二人ともありがとな。初めて会ったのにここまでしてくれるとは思ってなかったよ。はっ、つまらんことを言うのだ。民の面倒を見ることは我々の使命なのだ。私死ぬけど。死んだら民ではなくなるのですか？それは違うよな。あなたはすでに我がクラウン王国の大切な民ですから、最後までどうかお幸せに。ああ、チャイム、トロンベを。はい、お嬢様。何あれ。馬がこっちに来ますよ。それではまたお会いしましょう。心配ご無用ですわ。それでは行きなさい、トロンベ。帰ったらああいうの作ってって言わなきゃ。私もです。ああ、行くか。ああ、そのまんまだ。そのまんまだよ。人類の建築技術ってすげえなー。あんなに来たがってただろ。やっと着いたぞ。気分はどう？さあな、涙が出そうになるとかそういうのはないな。そう、ちょっとがっかりね。がっかりするほどか。だってラピは命がけであなたをここまで連れてきてるのよ。何も起きないし何の感情も湧かないって言われたらそりゃね。うん、故郷に何か隠しておいたものでもあるんですか？いや、
そもそも貧乏人だから隠すもんもなかったよ。え、じゃあ本当にこれで終わり？私の家に行ってみるか。せっかくだから確認したいことがあるんだ。何もないな。せめて家具ぐらい残ってるかと思ったのに。まあ100年経ってるし当然か。ちょっと待っててくれ。最後に一つだけ。何ですか、それは。ガキの頃の宝物。太陽の光で動くんだぜ。もらった時すっげえ嬉しかったんだ。どれどれ、まだ動くかな。動くはずないでしょ。やってみなきゃ分かんないぞ。なあ、やっぱ壊れてるな。残念だな。最後に一曲聴きたかった。これだよ、この曲は。ネオン。あ、はい。私の顔見て、シワが増えてね。すみません、私も目がしょぼしょぼして。なんだお前ら、昔の名曲だぞ、知らないのか。知らないわよ。こんなの聞いて老け込んじゃったらどうしてくれるの。ロマンは分かってねえな。なあ男前、こいつを受け取ってくれ。たまに聞いてくれよ。ラピにも聞かせてやってくれたらありがたい。あ、ラピがおばあちゃんになっちゃう。うん、もう大丈夫そうだ。レッドフード、ラピは多分これのために命を懸けてくれたんだ。いつも私が言ってたんだよ、故郷に帰りたいって。結局一回も行けなかったんだけどな。だからこれでいいんだ。ほら、何言ってんだよ、これでいいんだ。やると思ったわ。尋常じゃない雰囲気でしたからね。トロシ、お前。ラピは戻りませんよ。私が止めますから。ふざけたこと言わないで。私たちが許すとでも？そうですか。では止めてごらんなさい。ギャー！はぁ！
私を軽蔑しますか？別に構いません。私はレッドフードをこのまま行かせるわけにはいかないのです。ドラス！撃つなんて嘘でしょ。レッドフード、恥を知れ、恥を知れよダラシ。それでもゴッタスかなあ。私だってやりたくてやっているわけじゃありません。ざっけんな。私が生きてりゃ何か変わるのか。お前にとってゴッテスは元のメンバーが集まりさえすればそれでいいのかよ。違うだろ。大事なことはそうじゃないって分かってるだろ。じゃあ何なんですか。何が大事だって言うんですか。人類を守ろうとする気持ちだろ。勝利の女神として人類の希望になることだろうが。そんなものに意味などありません。報われない使命とプライドなんて。ラプチャーが来やがったな。むやみにライフルなど撃つからです。ここを壊されたくない。ダラシやってやれ。ラピを殺そうとするなんてこのクソ。まだ諦めてはいませんよ。いい根性ね。死ねばそんな考え事吹っ飛ぶわよ。アニス、やめてください。何言ってんの。ほっといたらまた同じことするわよ。大怪我をしています。もう動けないはずです。いいざまね、指揮官様は。よかった。とりあえずラピを戻すのが先じゃない。私もそう思う。そうだな。ありがとうよ。あったわ。行きましょう。町に入られないよう外で迎撃しましょう。あれは放っておくの。はい。やってられないわ。ネオ、真ん中に集めましょう。一気抜けられそうです。私が追撃します。よし、四機は集まったわ。一列に綺麗に並んでんな。んじゃ、よし、終わり。こちらも片付きました。いやー、お前らいい連携だな。かなり動きやすかったぞ。ラピとずっと息を合わせてやってたから。レッドフードの動きラピに似ていますからね。逆だろう。ラピの動き方が私のに似てんだよ。ふん。よし、これで終わりだな。故郷もぐるっと見て回ったし、歌も聞いたし、私の弟子が元気にやってるのも確認したし。うん、未練はないな。未練がないですって。スノーホワイト、ラプンツェル、グレン、みんな生きています。会いたくはありませんか。会いたいでしょう。会って
昔の話をしたいでしょう。私が連れて行ってあげます。会わせてあげます。会いたいよ。でもダメだ。私は全部置き去りにして行っちまったんだ。だからこれ以上関わっちゃいけない。レッドフード、私たちは人類にアークに裏切られたのです。あれだけ必死に全てをかけて戦っていたのに、平然と裏切られました。輝いていた誇りも使命も何もかも消えてしまいました。だからだから奪って破滅させようと思いました。この気持ちがどんなものか分かりますか？あんなに愛し愛されていたものに裏切られるというのがどんな気持ちなのか。さあな。行かないでください、レッドフード。あなたさえいれば私たちはもう一度ゴッテスに戻れます。お前はさっきから私を出しにしてゴッテスに戻りたいって言ってるけどさ、私がいりゃゴッテスになるって？そんな簡単な問題じゃないだろ。なんで過去にこだわるんだよ。戻れもしない過去になんで戻ろうとすんだよ。また愛されたいから、誰かから奪って破滅させるより愛されていた方がずっといいのです。諦めていました。もう私は愛することも愛されることもないと。でもあなたが生きて帰ってきたのなら、あなたがいてくれるのなら、昔のままのあなたがここにいるなら、私はまたゴッテスに戻れます。また愛されることができるんです。バカ、愛することはいくらでもできるだろ。お前がそうすればいいだけだ。そんな簡単なことができずに100年もうじうじしてたのか？そんなことはできません。裏切られ痛みを抱えて誰かを愛するなど許しちゃダメなのか？何ですって？相手にがっかりしたり傷つけられたりしてもさ、許せば済むことじゃないか。また戻れるんだよ。そんなことどうしろというのですか？お前がそう決めればいい。それだけの話さ。頑張れよドロシー、お前ならできる。お前はすごいやつだろ。なあ男前、録音してくれるか？遺言みたいなもんさ。やっぱりあいつらに一言言ってやりたくなってな。おほん、みんな元気か？レッドフードがお化けになって遊びに来ちゃったぜ。うわ、これ思ったより恥ずかしいな。みんなのことは全部聞いた。クイーンを倒すって話まだやってんだって？100年もずっと。何してんだよお前ら。お前ら以外に倒せるやつがいないってか？なわけないだろ。だからそろそろ後のやつらに譲ってゆっくりしろよ。私はもう後を託せた。運よくいいやつに会えたんだ。それじゃ先に行ってるぞ。レッドフード、待って、行かないでください。こんな話がしたかったのでは。最初はあなたに全て渡してしまおうと思っていた。私より
もっと価値のある人だと思ったから。でもたくさんの仲間ができて、つながりができて、思い出ができた、大切な人ができたの。何もなかった私が満たされていった。どうだ、生きるのもいいもんだろ。うん、それならいいんだ。これからはお前はお前として生きろ。なくしたものにこだわるな。うん、楽しかったよ。私も楽しかった。じゃあな。さようなら、私の友達、私の師匠、私の理想。レッドフード、ドロシー、ここにいるわ。本当はこんな話がしたかったのではありません。楽しかった昔の話をしたかったのに、台無しにしてしまいました。彼女の最後を。きっと分かっているわ。ラピー、ラピー、アニス、ネオン、ありがとう、探しに来てくれて。はい、ありがとうございます。信じていました。はい、行きましょう。はい、帰りましょう。心が広いのですね。私はラピを殺そうとしたのですよ。ずいぶんあっさりと許すのですね。感謝いたします。ねえ、私たちには何か言うことないの？プンプン。申し訳ありません。わかったわ、許してあげましょう。指揮官、不必要な身体接触は好ましくないかと。必要でしたら私の手を握ることを推奨いたします。行きましょう。ラピは現在精密検査中だ。合わせてボディの再構築も進めている。レッドフードが完全に消滅した。前に言っただろ、レッドフードの発動後に毒で抑制してもボディを再構築すると再び復活してしまうと。だがそれがもう起こらないようだ。完全に消えたということだ。不明だ。とにかくレッドフードを発動させて爆発的な力を手に入れることはできなくなった。ここぞという時に使える切り札がなくなってしまったな。当然だ、わけのわからないもの頼りなど妊婦だけで十分だからね。レッドフードが爆発的な力だとしてもそれは正体不明の何かに変わりない。放っておけばラピにどのような影響を及ぼしたかは誰にもわからない。だがそれが消えた、私としてはこれで一安心だ。ただ一つ引っかかるといえば、ラピのコア付近に未知のエネルギーが感知されたことだ。微弱なもので影響は何もないの。少し気にかかる。うん？何か知っているのか、あれについて。うん、寝ぼけたことを。
まあ、大きな異変がない限りは放っておくつもりだ。コア付近だからむやみに手が出せないからな。ではご苦労だった。検査が終わり次第返す。待機していてくれ。ずいぶん時間がかかったな。でもよかった、無事なようで。予期せぬ事態が起こったので。そうか、ありがとう。はい。アークを助けてくれて、ありがとう。あなたがいなければとんでもない被害が出たはずだ。ヘレティックを逃したのは残念だが、仕方ない。どういたしまして。じゃあ話を続けようか。エーデンとアークの協定について。その前にどうしてそのような演技をしているのです？何のことだ。気弱そうな姿で相手を油断させ、狙い通りに運ぼうというつもりですか？それでしたら私の前ではやめた方がいいでしょうね。私には逆効果です。そうか、いい目をしているな。他の人の目が節穴なのでしょう。まあいい、エデン側の条件を教えてくれ。アークに何を望んでいる？アーク内のチャンネルを一つ譲渡してください。何？放送用チャンネルです。理由を聞かせてもらえるか？エデンの広報活動のためです。エデンに対する警戒心を和らげなければ今後の活動をスムーズに行えないでしょう。突然アークとエデンが協定を結ぶと発表しても多くの人々は困惑するだけです。そもそもエデンが何かさえ知らない人々がほとんどでは。ですからゆっくり教えて差し上げるのです。エデンがどのような場所なのか。主要なチャンネルでなければ一つぐらいは用意できるだろう。それで十分です。ひとまずは。では次回はエデンの金属加工に関する資料をお渡しします。同じガッテシアムでもエデンのものには違いがあるのです。わかった、受け取ろう。そちらの交換条件は何だ？チャンネルをもう一つ。どうかされましたか？エデンを楽園だと宣伝してアークを揺るがすつもりか？マイナーチャンネルで放送されることがそんなに心配ですか？アークの基盤は思った以上に弱いようですね。金属加工に関する資料を見てから考えさせてもらおう。いいでしょう。では失礼。どこへ行くんだ？どうせ決めるには時間が必要になるでしょう。あなた一人で決められることではないでしょうから。わかった。アークに滞在できる場所を用意しよう。その代わり24時間監視がつくことは承知してくれ。え、構いません。パピヨンはいつ解放する気だ？解放ですか？まるで私たちが人質にとっているような言い方ですね。実際そうだろう。君が望んでいたアーク首脳部とのコネクションはできた。パピヨンはもう用済みじゃないか？まさか。彼女は有能です。今後も活躍の場は多いでしょう。気になるのでしたら直接会われますか？いや、いい。わかりました。許すなんてできるわけないわ。見つけただと？私が無理な命令をしたからといって出任せではないだろうな。とにかく見せてもらおうか。
喜ぼう、うん、そうか。アークから徒歩で1週間以上かかる距離、トウモロコシ畑の痕跡があり、土地の状態も良好、近くに川も流れている。町の背後に山があることも有用だ。海までの距離も遠くない。面積がそれほど広くないのも、むしろ交通法だ。うん、条件は整っている。では、ここを君の地上奪還最初の目標とするか。いいだろう。許可しよう。光学迷彩装置を展開し、地上に駐屯地を設営したまえ。余裕ができ次第エレベーターも開通させよう。そこを中心として各地に駐屯地を拡大してくれ。各地に点を打ち、点の間を線で埋めるという要領で進めればいいだろう。そしてある程度地上が確保できたと判断できた場合、兵力と物資を集中的に投入し、各種施設と防衛ラインを構築していく。それを数十回、数百回と繰り返していけば、地上を取り戻せるだろう。ただ、君も知っている通り、現在のアークは壊滅的な状態だ。光学迷彩技術はすでに三大企業に共有され実用可能になっているが、地上に駐屯地を築くための支援までは難しい状態だ。いや、そうではない。難しいとは言ったが、不可能だとは言っていない。君には最高の後ろ盾があるだろう。アークで最も大きな財力と技術を持ち、君の言葉に無条件で従わねばならない後ろ盾が。光学迷彩と地上の駐屯地に必要な物資を支援してくれって。おい、こっちはそんなことしてる場合じゃ。急に言われても困るのよ。今縮小イベントを準備してるんだから。これが終わってからじゃダメ？軍の幹部と企業の社長たちよ、ロビー活動は大事に決まってるでしょ。わかったわよ。支援するすればいいんでしょ。その代わりエニックに聞かれたらうまく答えなさいよ。約束して。そう、ありがとう。ところでお前、この話は公表するの？地上を永久に奪還するって話よ。がサポートしたって言いなさいよ。そうすればたっぷり支援してあげる。え？ちょっとひどいんじゃない？ずうずうしいにも程が。いいわ、お前の好きにして。くそ。エレベーターの前に用意させるから、それを持って行って。これを押せばいいのにね。そうじゃないですか、プッシュって書いてありますし。えい！
くなるのね。これで終わりでしょうか。まだ発電機をつなげないと電力が供給されれば動くはずよ。それで終わりですか。まあ説明の時に何聞いてたのよ。ラピー説明してください。アニスが威張り散らす前に。作動させると疑似的なコーリングシグナルが周囲のラプチャーたちを引き寄せる。それで集まったラプチャーを一掃してから光学迷彩を稼働させるの。光学迷彩が効いている場所はラプチャーからは何もないように見えるはず。さらにラプチャーの熱感知センサーと聴覚センサーもジャミングさせてここを絶対見つけられないようにする。方向センサーにも干渉して偶然ここに迷い込むことも防げるらしいわ。すごいわね。そんなものがあるなら地上奪還なんて簡単にできちゃうんじゃない。特殊な素材が必要らしいわ。アークの付近にあるものはずっと昔に取り尽くされているそうね。エデンが使ったと見られているわ。やっぱりそう簡単にはいかないわよね。では指揮官、準備は全て終わりました。ラジャ、来ます。あれはコードネーム、ウルトラ確認。侵食を誘発する個体よ。全員気をつけて。古い町だから古いのが出てくるってわけね。あんなのでまだ動くの。あれ雑誌で見たことあります。すごく強いらしいですよ。そうは言っても旧型よ。倒せるわ。私がいるならなおさら。ははラピがこんなに自信たっぷりなところ初めて見ました。それじゃ信じてみましょう。行こうよ。はい、エンカウンター。状況終了。疲れた。でもこれくらいならいけますね。これ以上出てこなければこれで終わり。ちょっと変なこと言うからめちゃくちゃ集まってきたじゃない。すみません。ソース、おおよそ300。不可能ではありませんが勝てるとは断言できません。どうされますか。マザーホエール。そんな、今はアンカーもないですよ。効果ありすぎじゃない。あんなものまで呼ぶなんて。指揮官、今はひとまず撤退を。どうなってるの。何が起こったんでしょうか。指揮官、あのマザーホエール、見た目がどこか違います。新型の可能性が高いため注意を。